こっち。網5枚重なってんですよ。それをこれからブラシをかけて擦るんです、はい、まあ簡単に言うとストレスを与えるわけですよ。そして歯もちぎれるんだけど、これをすることによって細胞数がすごく増えていくんですよ。細胞が多いということは美味しさの源なんですよね。海苔の細胞は一個一個が栄養を取り込む口になってるから、100人で食べてるのと1万人で食べるのでは栄養分の吸収が全然違う。だからあえて海苔の葉っぱは短くなるから、海苔を収穫する時期が1週間ぐらい遅れるんだけど、そのまあ美味しい海苔が取れる、そして病気に強い。だからあえてまあ薬を使ったりなんかしなくてもいい海苔が取れるっていう、そういうことですね。
1台終わり、あと3台。鳥の目にストレスを与えて丈夫にする、薬漬けで丈夫にするんではなくて、自然のなんて言うんでしょう、鳥が持ってる生理を利用するっていうのかな。明日からはこの網を全部1枚に張り込み直ししてですね、まあ本格的な成長を待つという状態になります。今までは育苗管理の状態なんですね。でこの後どれぐらいで収穫まで行くの？だいたい明日から順調に張り込んで1枚に丹張りすれば3週間後だから15日、うん、21日ぐらい、20日ぐらいで、あ、そうですね、来月の15日半ば頃に取れるんじゃないかなと思ってます。普通ですと、まあ大体それぐらいのペースで伸びてくれるんで、それはもう収穫に入れる、収穫が来月半ば頃かなと思います。じゃあ年内には出荷できそう？できます、できるんですが、販売はちょっとできないかも分かりません。なぜかというと、宮城県漁協で放射能検査をやったら未検出というふうに言われてるんですが、まあ、基準値より下回っているから未検出なのか、本当にゼロ回答だったのかは分からないんですよね。で、私は個人的に放射能検査を受けて、それを証明書を添付してお客さんに買っていただく、そういうふうに考えてます。ですから少しでも今年もし放射能が海苔の中から出たら、今年は海苔は中止します。全部あと網は撤去します。そういう考えでいます。まあゼロ回答を願ってるんですけどねここまで来たから